エヴァ・ザイゼル、エヴァ・ザイゼルは、ハンガリー生まれのアメリカのインダストリアルデザイナー。優美な曲線を持つ陶磁器などの日用品のデザインで、知られる。1920年代から1930年代には、ドイツ、ソ連などでも活躍したが、後に、ソ連で言われなく、捉えられることになった。都米語は、ニューヨークを拠点に100歳を超える、最晩年まで現役で活躍した。 生は、ゼーセルとも書かれる。織物工場を経営していたアレクサンダー・シュトリカーを、父、幼稚園を運営していたラウラ・ポラーニ・シュトリカーを、母として、ブダペストに生まれた。母方のポラーニ家は、学者一家として知られ、おじに、著名な経済人類学者のカール・ポランニーと、科学哲学者のマイケル・ポランニーの兄弟がいる。母ラウラもまた、 ブダペスト大学で最初に博士号を得た女性であった。1923年、エヴァは絵画を学ぶため王立アカデミーに入学したが、手に職をつけるようにとの母親の説得によって、翌年には陶芸家となるため製陶場へと通った。土定制度に従い6ヶ月間の修行の後、ゲゼレの資格を得て、陶芸家、原職人、かまど職人、煙突掃除人などからなっていた。 ブダペストのギルドの初の女性職人となった。1926年、彼女の作品はフィラデルフィアで行われたアメリカ建国150周年記念博覧会に出品され、佳作となっている。1927年からは、ブダペスト、ハンブルク、シュランベルクの工房でデザイナーとして働き、動物や幾何学模様をモチーフに、 優美な曲線を持つ食器などをデザインした。1930年にはベルリンに移り、タウエンツィーン通りに自身の大きなスタジオを借りた。この当時、世界恐慌の波及によってドイツは経済状態が悪化し、バイマル共和制の弱体化とともに、ナチスが徐々に勢力を伸ばしてきていた。一方で、社会主義に代表される社会改革思想とともに、 バウハウスのような合理主義、機能主義的芸術が脚光を浴び、大量生産を前提としたインダストリアルデザインが注目を集めるようになっていた。エヴァ自身も自らを芸術家ではなく役に立つものを作るインダストリアルデザイナーであるとみなした。エヴァのスタジオは芸術家たちの集う場所として知られたロマーニシェスカフェに近く、ベルリンの陶芸家をはじめ作家、芸術家、 政治活動家、科学者の集う場所として賑わった。おじのマイケル・ポランニーは、ここで、レフランダウや、エルビン・シュレーディンガー、レオ・シュラードといった科学者と語らい、また、当時は、売れない、劇作家で、新聞記者として働いていたアーサー・ケストラーや、作家で、心理学者のマネス、シュペルバー、法律家のハンス・ザイゼルも、エヴァのスタジオで行われたパーティーに通った。このうちケストラーは、 もともと、エヴァの母、ラウラの前衛的な幼稚園に通っていた園児でもあり、この頃一時、エヴァの恋人でもあった。1932年に、エヴァは、ポーランド生まれの物理学者で、オーストリア共産党員であったアレクサンダー、バイスベルクツイブルスキと婚約し、アレックスやエヴァの兄弟と共に訪問客として、ソ連ウクライナのハルキウに渡った。ソ連では、ウクライナの攻防を経て、 ゲニングラードの著名なロモノソフ磁期工房で大量生産用の食器などをデザインした。1933年にバイスベルクと結婚し、翌年、モスクワ近郊の呪猟ボ時機工房で実験デザイン部の創設者として、食器をはじめとする多くのデザインを行った。さらにその翌年には、モロトフ外相夫人のポリーナジェムチュージナを長とするモスクワの磁期ガラス工場で、 美術ディレクターを務めた。スターリン体制下のソ連での、こうした活動は、だ、粛清の保護先はソ連に協力的であった、外国人にも等しく向けられており、1936年5月、エヴァの部屋から拳銃が発見されたことから、エヴァは、スターリンの暗殺計画に加担したという架空の容疑で逮捕された。この拳銃は、エヴァの部屋の前に物であった友人が隠していたままに、 したものだった。偽りの供述調書に署名をさせられた時には、自殺を試み、女性監視に住んでのところで助けられている。母ラウラは、ソ連の著名な物理学者であるピオトルカピッツァなどエヴァの、知り合いであった著名な学者らから彼女の無実を主張する供述書を集めて回り、ソ連へ届けてる。こうした、ラウラの努力によりエヴァは15ヶ月後に釈放され、 ソ連を出国してウィーンに渡った。夫のアレックス・バイスベルクも逮捕されていたが、釈放されたエヴァは代理人を介してバイスベルクと離婚している。バイスベルクの釈放への嘆願にはアインシュタインも協力したものの功をそうすることなく、1939年の独ソ不可侵条約締結後に身柄がナチスへと引き渡された。危うく収容所へと送られるところを、 ポーランドの地下組織によって救出され、独祖戦開始前にスウェーデンに脱出した。エヴァの体験談は、大粛清を題材とした、ケストラーの小説、マヒルの暗黒に影響を与えた。また、バイスベルクも後に、ソ連の大粛清を告発した、被告を出版した。これらの著作はいずれも、大粛清の実態を西側へと知らしめた、最早期のものとなった。 レッドウィング陶器のために、ザイゼルが1940年代にデザインしたタウンカントリーディナーセット。ブルックリン美術館所蔵。1938年3月12日、アンシュルスの当日にナチスを逃れてスイスへと渡り、亡命したイギリスでハンス・ザイゼルと再婚した。その後、二人はほとんど無一文のままアメリカへと渡った。以降、ニューヨーク、 アッパーウェストサイドを拠点にデザイナーとしての活動を続け、また美術学校プラットインスティチュートで教鞭をとった。ハンスは後にシカゴ大学の法学者、統計学者となっている。ペンギンやアヒル、ニレノハといった動物や自然の造形を抽象化した彼女の作品はアメリカでも人気を集め、1946年ニューヨーク近代美術館が ザイゼルの展示会を開催したのを皮切りに、ミネソタのレッドウィング陶器オハヨのホールチャイナなどの陶磁器会社が彼女のデザインによる陶器シリーズを販売した。日本では1960年代に、ノリタケ、日光がザイゼルがデザインした製品を販売している。育児などのため一時休養した後、1980年代には活動を再開し、2000年には、 ソ連崩壊後のロシアに招かれ、再びサンクトペテルブルクのロモノソフジ機構房のために T セットをデザインするなどした。100歳を超えるまで現役のデザイナーとしての活動を続けたが、2011年105歳で没した。ありがとうございます。